どうもこんばんは、平井弘明です。コースでできることできないことってあるのご存知ですか？平井弘明のワンラップゴルフ。できないことからいきますよ。じゃあ、あの250ターゲットだとします。でこれ9番アイアンです。これ250ヤードのまっすぐ立ってる、なんとなく。そうで、こっからここにプレーンがあるでしょ。ここにまっすぐ上げて、ここにまっすぐ出してフィニッシュを取る。これはどちらかというとコースはできない方です。できないっていうか、やって成功する確率が低いからできないっていう判断になってるっていう感じ。そんなマシンみたいな、だからこれできるの多分片山慎吾さんぐらいじゃないの、うん、まあシード選手ぐらい、それぐらい練習してないとできないこと。 うん、それだったら、そう、例えばじゃあ登録絶対250ヤードに打たなきゃいけないって言って、うんうん、わざとこっちにアドレスしたら、うん、やることは何になる？右の方に。そういうこと、決まってくるじゃない、うん、これさ、うん、こうやってまっすぐ構えてやることいっぱいない？まっすぐ向いてんだな。まっすぐ打つ。そう、まっすぐ打つことじゃない、うん、でもさ、まっすぐ打てたんだったらさ、うん、悩まないじゃない、うん、そう、だからどっちにも曲がる確率が出るから、どっちの準備もしとかなきゃいけないになるでしょ、はいはい、そう、やることが全部倍になるってことなの。あ、そっかそっかそっか。そう、準備がね。そう、だからこっち向いてわざと250打つってこっち向いてやることは左に曲げることじゃない。そう、ね、そう、だからプロって曲げるの。あ、そっか、片方しか意識しない。そうなの、一個しか意識しない。それが前も言ったね。そう、コースでできることできないこと。できることできないことっていう言い方も意地悪っていうかずるいんだけど、うんうん、成功する確率が高いか低いかなんだよね。だから片方に曲げるんだったら、うん、その曲げの度合いだけ調整すればいいってこと。そう、変な話、練習場だったら、うん、ダフリトップを2分の1で必ず出せるかどうか。あ、片方消すってこと。そう、絶対トップさせて絶対ダフらして、これがちゃんとできるかどうか。それもクラブコントロールだから。なるほど、ね、こんなの遊びでいくらやったっていい。それが感覚だから、ダフらせる感覚、トップさせる感覚があったら絶対にヘアウェイバンカーがうまくいくから。そう、それをだから前も動画で言ったけど、うん、ナイスショットを打とうとしてたらそういうことはできない、はい、うん、それの次のことだから、だからナイスショットを優先してる人はナイスショットが打ててから次のことが初めてできるようになってくるから、だから当たらないって考えてる方はそれ以外のことってできないはずなの。でもそれをやろうとするからごっちゃごちゃになっちゃうね。だから必ずそのコースでやれることやれないことっていうのを自分で分かってないとやっちゃうから、コースで。だからそれが一番ダメ、コースで失敗しちゃう原因だよね、うん、だからしっかりとその自分の取ったアドレスに対して打つことももちろん大事なんだけど、まっすぐっていうのは一番難しいですよっていうことを頭に入れといていただいて練習した方がいいですね、うん、曲がりきんなくて、うん、仮にまっすぐ行っちゃっても反対はないってことか、うん、そうなの。右を消す左を消すだったら、うん、あの怪我はない。逆はないってことね。逆はない。まっすぐはあるかもしれないけど、そう、それより向こうはないってこと。そう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 。あ、確かにそうですよね。それがちょっと練習で遊んでもらいたいな。本当に変わるから、コース行った時の。それできるのって割とレベル高い人だよね。わざと曲げられるとか。昨日中国から来た方が何？何？どっから？だから、うん、中国の深圳っていうところから来たの。中国地方？鳥取とかそっちじゃないの。じゃない、チャイナ中華人民共和国。そうです。国隣の国よ。隣の国、うん、まあ、チャリンコか手漕ぎボートスワンで行けるぐらい。スワンぐらいの感じ、うん、アラスカよりは近いから、うん、ただ千箱からスワン借りてきて行けるぐらいなんだけど、そう、そっから来てで、まあショット結構良かったのよ、うん、で何か他に持って帰りたいものありますか、うん、そしたら曲げる球がやっぱ打ちたいと。あ、で
じゃあまずフック行きましょうっつって、うん、こうやって構えて、うん、こうやって構えて、うん、あ曲がりましたっつってた。へえ。だから簡単なの。え、そうなの。全然曲げられるの。スライスもできたんだよ。ある程度、まあ結構打てるんだよね。でもそまあ打てたね。素人ではない。でも4、5年目だよゴルフ。あ、4、5年やってじゃあある程度当たるようになれば、うん、曲げられる。全然曲げられる。あの10球普通にまっすぐ打って、うん、5、6球まっすぐ行く人だったら楽勝だから曲げられる。半分当てられれば、うん、むしろ5、6球まっすぐ行く人は曲げたらナイスボールが7、8球になるから増える。増えちゃう。増えちゃうよ。全然増えちゃうよ。ただ決め打ちしてんだもん。まっすぐ打ったら結局ブルの真ん中にミスがいっぱいあるわけよ、うん、どれでも触れちゃう、うん、でもフック一辺倒にしたらずっとそっちしか行かないから。あ、そっかそっか。そう、タイミングのズレだけ。あ、そっか。そう、そのミスが出るだけで。そう、ほとんど同じ球出るからね。そうか、うん、だってその中国から来た方、うん、フックボール5球ぐらい打って、うん、フックしなかったら1球もないんだから。あ、フックはするんだ。そう、全部フックするんだから。だけどまっすぐ打とうとすると曲がっちゃうのが出てきちゃう。そう、それはプロもそう。だからしょうがないんだけどね。まっすぐが一番むずいんだ。一番むずい。ストレートが一番むずいから。あれ、ストレート打つときあるんだけど、ね、ほとんどないんだけど。ほとんどないね。ほとんどないんだ。ほとんどないね。数えられるぐらいじゃない。マジ。うん、1年でね。じゃあこの前っていうか結構前にあのラウンド行ったじゃん、うん、ハーフトップしか打たなかったとき、うん、あのときも大体負けてんだ。全部フック、全部ドロー。全部ドロー、まあ、うん、通常ドローだからね、うん、楽だもん。あ、そうなの。うん、スライスなくなるから全部、うん、全部ドローだね。そうだよね、まあ、うん、ハーフトップだとドロー、そうか、ストレートになっちゃうけど、うん、まああそこでストレート狙うと、うん、なんか嫌な球出るの嫌だなと思って、うん、で結局ドローの方がいいじゃんってなって、うん、ドロー打ちに行ってんだけど、いや楽だよね。そうなんだね。でごめんね、あの、うん、その中国の方の話していい、もうちょっと、うん、その中国の方ゴルフ始めて4、5年とか言ったかな、うんうん、でスイングがね、うん、まあコピーできるか分かんないけど、うん、こういう感じのスイングなの、うんうん、普通っていうか普通だね。全然いいでしょ。いい、いい感じでしょ。いつもの平井くんなんじゃないかぐらいの。そうでしょ、うん、そんな感じに近いでしょ。近い近い近い。それで意識してることなんですかって聞いたの、うん、T 字と P だって。それどこの動画ですかって。そうだね。そう、どっかでやってんのかな。それ動画があるって。あるの。言ってた。 T と P。 T と P、うん、ワンナップゴルフだって。あ、そうなの、うん、グラファイトの話。 T と PPP と PT やんでしょ。そう、グラファイト、グラファイトデザインの話かもしれない。そうだね。でもね、この T 字とこの P 字を意識してる。あ、 P にしながら T、 あの T にしてるスタイルだけど。そう、こう、こういう真ん中にあるようにしてる。そう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 、そのドリルをやってんだって、うん、ドリル。だずっと T を意識したこの、この、うん、あ、打ってんの。そう、こういう、こういう練習。まあ、1から8の5、6だよね。あ、こういう、ずっとその T がずれないように。そう、こういう練習、こういう、こういう練習と、うん、あと、うん、それができてきたら、うん、今度遅らせられる練習、こういう。ああ、そういうこと。そう、それできんの P。 そう、すごいでしょ。え、5年でできんの P。 で T をやってちゃんとワンナップゴルフをやってれば、1から8をやってれば全然できるから。 P できんの。全然できるよ。3年でできるから。 P ってレベル高いよね。高いよ、高いけど、ちゃんと1から、要はワンナップゴルフで育った方は全然できるから。そうでしょ、ワンナップゴルフで育った。ワンナップゴルフでゴルフ始めたから。だ俺まだ動画で、で徹君がまだコメント、声が入ってない時の動画あるでしょ。あるある。2年3年前ぐらいの。ある。
あの頃からだから超初期じゃん。そうだから、そういう方はワンナップゴルフと共にゴルフを始めたような方だから、うん、そういう方は全然 2,3 年で P できるから、うん、やば、全然できる。だって余計なもの入ってないんだもん。すごいね。すごいよ。じゃあうまかったの？全然普通にうまかった。ただコースの回数が少ないから、うんうんうん、ラウンドのスコアは俺聞いてなかったけど、うん、でもショットはね、こういう球普通に打ってた。こういう球普通に打ってた。すごいね、うん、全然いいでしょ。いや全然いい、うん、ワンナップゴルフで育ったんだって。そんないいチャンネルあんだ。いやいや、そう、俺も参考にしようと思って。そうだね、うん、めっちゃスイング綺麗だから、本当にこうこうやってあげて、うん、こうやってあげて、うん、でヘッドからトップ入って、うん、でこうやって切り返して左脇締めて、こうやって P の字になって伸ばしてって、ヘッドからこうやってフィニッシュに入る。もうこのスイングだから。すごいね。っていうかトータル的にもう B スイングになってるでしょ、うん、まあまあ全然カッコつけられるじゃん、うん、そうだ、ワンナップゴルフでそうやってスイング作っていくと綺麗になるから、うん、だってヘッド動かしてんだもん。ワンナップゴルフってそうヘッドだけ動かすよ、うん、どう？綺麗でしょ、うん、これヘッドを右と左に動かしてフィニッシュ取っただけなのね。手動かしてみて。汚ねえから。本当だ、ちょっと変でしょ、大げさにやってる部分もあるし、うん、でもヘッドから綺麗にこうやってトップに入って、ヘッドからフィニッシュにこうやって入ってくるとスイングってさ、まとまって見えるじゃない、うん、だからそれぐらい綺麗なのよ。でも知ってる、ワンナップゴルフって綺麗なスイング推奨してるわけじゃないから。そうなのよ、全然言ってないからね。わざと1本2本取っただけだよね。そう、あのトール君も俺も興味ないからね、ビスイングはね。そうで、あまりにもなんかリクエストがね、 あった時期があったから取っただけで、全然そこ関係ないんだよね。でも綺麗になっちゃうんだ、ワンナップゴルフってやつ。うん、あのヘッド動かしてたら本当にしつこいだけど、こうやってなってこうやってなってたら、あの勝手に体の周りをクラブが回るから綺麗になっちゃうんだよね。綺麗になっちゃうんだ、うん。でもみんな世の中の皆さん綺麗にしたんでしょ、スイング、うん、したんでしょ、うん、だけど手動かしてんでしょ。そうだからさ、そこなんじゃないかなって思っちゃうんだよね。どうしたの、どうしたいんだろうね。どうしたの、綺麗にしたいんでしょ、だけど手動かしたいんでしょ。そう、どうしたどうしたんだろうね。だから初速の話とかも一緒なんだけど、うん、ヘッド動かしたらいいと思うんだ俺、うん、いいねえ、手動かしたいんでしょ。そう、でも初速出したいんでしょ。どうしたの、どうしたんだよ本当に、何なんだろう。分かんないよ、この人はヘッド動かしたいかもしれないけど、うん、そこまでは書いてなかったら分かんないけどね。なるほどね、なるほどね、うん、決めつけは良くないから。そうだね、そう、でも本当ヘッド人からね、動かすとね、本気で綺麗になるから。あ、そうだ、うん、だから、だいたい素振りのスティックとか練習器具って先端が重くなってるのね。あ、そう、だからヘッドが動くようになってるの、こうやって、うん、そう、だから素振りのスイングってこうやって綺麗になる。で、力感がないから、腕とかグリップは緩いからヘッドが重く感じるでしょ、うん、だから、こうやって、ね、そう、こうやって綺麗になるの、こうやって。そう、そういうのがだからあるから、ヘッドからこうやって上げて動かしてあげると綺麗なスイングに勝手になりますよと。なかなか人気ないんだよねヘッドを動かすって。人気ないよね、うん、ヘッドを動かさないからね。そうだね、うん、だからもし綺麗なスイングをちょっとでもしてみたいなっていう初心者の方がいたら、こうやって構えたらこうやって上げて、こうやって上げる、こう右と左にこうヘッドを上げる、こういう動き、こう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 いうスイングね、そう
そしたらなんかさ無理やり感もないでしょ、見てて。いいと思うんだよな。ぜひやってみてください。本当にビスイングはこう作るっていう動画撮ってきました。絶対違う、絶対違う、そういう動画なんじゃ。じゃあ何だっけタイトル。え、あれでしょ、コースでできること。そうだよ、コースでできることとできないことから始まったんだよ。そうあのですね、アドレスからこう一番最初戻しますと、こうしっかりまっすぐを取ってそこにまっすぐ打とうとするほど難しいものはないんですよ。ミスが許されなくなっちゃう、うん、なんでミスを許容範囲にするっていうのは決め打ちをする、どっちかにこう決めて打つとそのミスの幅が広くできるってことなんですよ。結局100の曲がり幅が OK だとしたら、こっちに照準を絞っとけば100曲げられるんですよね。でも真ん中だと50、50しか曲げられないってことなんですよね。そう、だからそういうのが、まあ、考え方なんですけど、うまくそういうのができてくるとコースマネジメントに活かせるんで、ぜひコースでもそういうピンと逆に例えば打ってみるとか、ターゲットより逆を打ってみるとか、そういうことをするとこう広く使えたりもするんで、まあ、考え方をちょっと変えてみてラウンドするのも面白いかもしれないですね。はい、じゃ気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。